はい、七重さん、こんばんちは、アスカリヨシシです。すまんすまん。はい、というわけでね、まあ、今回はね、また告知でですね、はい、はい、またライブやります。クエスのライブです。はい。で、多分、今年最後のライブになると思います。はい。時間的にはですね、まあ、明日の、まあ、午前11時から、まあ、正午、12時。ぐらいまでの間には始めたいと思います。はい。いや、もしね、まあ、場合によってね、まあ、できなかった時は申し訳ないんですけども、まあ、一応ね、まあ、できるという、まあ、そうね、その用事がないということでね、まあ、ライブをまたやろうと思います。はい。まあ、でもちょっと最近ね、スクエスもできてないんで、かなり下手くそで、もう多分ね、ミスとかのツンとかバンとかめっちゃ、もう多いと思うんですけれども、まあ、そこはね、ご了承ください。もう最近やってないんで、本当に下手くそになりました。ここ最近だから全くできてなくて、もうログインだけだったりとかして、まあ、そういうわけなんだけれども、まあ、ちょっとね、まあ、そこは頑張ってね、やっていこうと思います。はい。今ね、家じゃなくて、まあ、塾と言われれば塾じゃない。塾じゃないって言えば、まあ、塾であるみたいな、まあ、けど、わからないところ。もうちんぷん、多分みんな聞いても、ちんぷんかんぷん全開ワールドのところ。に私はいらっしゃるわけでございます。はい。なんでね、さすがにね、まあ教室の中で喋るわけにいかないんで、まあこうしてね、まあエレベーターの中に入ってね、もうボタンを押さずに、まあ喋るっていう。はい。だけどね、まあ明日はね、まあ11時ぐらいからね、まあ始めていこうと思います。はい。スクエスをね、まあ、まあ、下手くそです。ただでさえ下手くそなんで、さらに下手くそになるっていう、もうね、もうこれどうしようもない時代ですね。はい。もう今日ははいが多いですね。うん。というわけでね、まあ、明日11時ぐらいからね、スクエスのライブやっていこうと思います。多分今年最後のライブだね。うん。てか今年最後だわ。うん。うん、多分、明日以外に多分もう、こうやってね、空いてる時間帯はないと思うんで、明日が最後のライブとなります。というわけでね、明日、スクエスのライブでお会いしましょう。それでは、アスカリユシでした。それでは、じゃあ、